皆さん、今日は遊戯王開封動画になります。こちら、つい先日出た、クォーターセンチュリークロニクルサイドプライド、こちらね、実はもう僕3ボックスほど開けたんですけど、そっからブルーアイズの25周年カード出ました。で、これ、予約ができるお店でできとったんで、その3ボックス分今日買ってきて、せっかくなんでってことで動画撮ろうと思います。で、これね、当たりカードが、初期のブルーアイズのカードとレッドアイズで、あとはレッドアイズの色、エチガイか、エチガイのカードで、一番はそのなんかトークンカードなんか各、これのね、1ヶ月前にこれの紫バージョンが出て、それにも入っとるやつがあって、そっちはね、ブラックマイちゃんガールとかブラックマイちゃんとかが入っとったんですけど、まあその各ボックス1000枚ずつそのトークンカードというのが入ってまして、それが引けるともうかなりやばいものが届くらしいんですよ。ちょっと内容まで把握してないんですけど、まあ、そこら辺ね、ちょっと狙って、普段あんまり遊戯王変わんのんですけど、まあ、ちょっと懐かしいカードが当たるかもっていうことなんで、ちょっとついつい3000万取っちゃったんで買っちゃいました。はい、これね、今回開封していこうと思うんですが、その前にまずね、先ほどちょっとコンビニでポケカあったんで、これちょっと開けてみます。軽くね、まずこれもなんか最近出たポケカの新しいやつ。だいたいポケカは後ろからね、2枚目に当てて入ったんで、まあ、これこうやって見ていきますが、ヒスイガニ、モウカザル、ヘイガニ、お、AR、 ゴーカザルの AR、 かっこいいなこれ、グレイシア、これ EV のシングルですよね。なるほど、うまいパック。こっからちょっと SR ぐらいバシッとこう出したいところなんだけどね。でんかな、モンジャラ、あ、もう見えとる、キューコン、ヒスイウインディ、このヒスイっていうのは何だろう、ヒスイっていうのは多分なんかの地名なんだろうな。で、カビコンでした。まあこれはね、前座なんでまずはこれね、開けていきたいと思います。じゃあワンボックス、これ開けるの結構ね大変なんですよ。ちょっとこう、このスリーブにコナミって書いてあるんですね。あ、そう、シュリンクにね、これシュリンクか、コナミってもう書いてあるんですよ、ね、再シュリンク防止ですよ。再シュリンクは許しません、そんな変なことしてるやつは。でも最近はね、ポケカとかもね結構買いやすくなってね、僕もね結構たまに買ってます。プレイはね、最近できてないんですけど。じゃあちょっと一泊ずつね、上げていきましょう。で、もう僕、一回ね、この間上げた時はブルーアイズのやつ出たんで、どういう感じで入ってるかっていうのはわかるんで、まあ基本的には、僕知らんカードはもう、あんまり知らんのんで、それはまあちょっと普通に置いていきます。ちょっと一泊ずつね、上げていきましょう。ちゃっちゃっちゃと。ね。この瞬間が一番楽しい。こう1枚ずつね、こう並べていきます。スーパーレアはスーパーレアでこうやってね分けていきましょう。こういう風に、ここスーパーレアですね。で、これ大体スーパーレア、スーパーレア、ウルトラレア、シークレットレアなんですよね。ここが、これがウルトラレアで、マダンデスペラード初めて。いや、僕ね、遊戯王はね昔やっとったんですよ。まあ、昔っていうのは中学校ぐらいの時かやっとったんですけど、まあそれ以降のカードは全く知りません。ただ懐かしいカード、ハーピーパフューマー、これハーピーリディのカードが結構入っとんすよね。実はキラメ、キメラティックメガフィードドラゴンで、これね、サイバードラゴンヘルツ、なるほど、間違えた、いこうか。で、これはね、25周年クエン、クォーターセンチュリーカード、まあ、その、まあ、プリ、ん?まあ、その、すごいシークレットレアと、レリーフが各2枚ずつ入っとんで、まあ、それがどういう感じで、の、な、やつになったのか。その、レリーフのね、ブルーアイズも欲しいんですよね。初期ブルーアイズのレリーフ。めちゃくちゃかっこいいんですよ。ハーピーチャネラー。ハーピーチャネラー。ハーピーレディがなんか結構、入っとんかな、これ。収録されてるっぽいな。終わったことから、早いかな。
手焼きで、手焼きでやっていきます。豪快にね、豪快にザキッと。ブースターラプトル、ここめくった時に効果モンスターじゃなくて、あのノーマルカードの色が出た瞬間にブルーアイズかレッドアイズ確定するんで、そこもかなり面白いポイントで、次がレリーフですね。次はレリーフ、何のレリーフ、効果モンスターのレリーフ何でしょう。プッ、マドルチェプデン、プディンセス、初めて見ました。わからん。なんかでもね、最近の遊戯王のレリーフってなんか昔のレリーフと加工が違うんよね、これ。へー、どんな感じなんですか。なんか艶がすごいあります。艶がかなりあるような感じです。スーパーレア、スーパーレア、フルアマードウィングで、なるほどなるほど、ガンガンいきましょう、ガンガンいきましょう、ガンガンいきましょう。やっぱね、遊戯王はね、少年心、まあ、ポケカもそうなんです。夏いハーピーレディ、これ持っとったな昔、このハーピーレディ。ノーマルカードだった気がするけどな、スーパーレアだったか、懐かしいな。これはこっち置いとこう、ちょっと珍しい、珍しいです、懐かしいんだね。思い出枠、思い出枠、伝説の、伝説の国籍、黒石国。なるほど。いやこれトークンカード引いたら確かね、なんだっけな、ブルーアイズとかだったっけな、あのなんかやっぱりその限定のやつが当たるっぽいんですよね。あ、これ一応んクォーターセンチュリーカードパックだった。ちょっと待って、これ抜けてしまう。で、この次ですね。この次が、まずは効果か何か。効果モンスター。効果モンスター、いきます。ドン。バレットキャリバー、かっこいいな。いや、このね、ギラつきすごいんですよ。見えます皆さん。このギラつき。うわ、全然違う。ギワンギワンになってますよね。これ25周年の刻印が入ってますよね。これかっこいいよね。俺ね、地味にね、この25周年のカードね、安いやつ見つけ、500円とか400円のやつ見つけたらね、買ってね、コレクションにしてます。実は。スーパーレア。スーパーレア。カスパーレア。なるほど。いやー、今んとこ俺が知ってるカードはこのハーピーレディしか出てないですね。なるほど。まあどんどんいきましょう。あ、これは25周年、これのパックです。ギラギラが、ギラギラがね見えてます。うわ、夏、サイバードラゴン、これ僕がやってる時にあったわ。夏、これ好き。あった。サイバードラゴン来ました。で、次が、まずは、種類を確認。魔法っぽいな。あ、じゃあ効果や。いきます。あ、気がついて。ポン。かぶってないですか？あ、かぶってないか。あ、じゃあこれレリーフのやつか。レリーフと同じだけど、そのキラキラが。キラが25周年のやつ。いやでもギラ、かわいいわ、ギラだね。だいぶギラついてますね。この違い。これもでもギラついてますからね。あのちなみにこっちもレリーフ加工なんで。ちょっとこうデコボコしてるんですかね。そうですね。ちょっとお目当てのカードが来ません。レッドアイズダークネスメタルドラゴン。一応レッドアイズのなんか。カードっぽい。これもこっちで懐かしい枠。懐かしい枠。これ系のカード結構ね、レアなんか有名というか。ウィンだったっけな。ロードオブドラゴン独裁者。こんなの。なんかおったな、これ。こういうカード。黒煙弾。黒い旋風。お、次がレリーフです。何のレリーフかな。これシンクロカード。
ブルーアイズの精霊竜、ブルーアイズスピリットドラゴン。ザラザラしてますね。ああ、なるほど。とりあえずこれでもうレリーフと25周年の枠は終わりかな。じゃあ、あとは普通にめくっていきますか。パッパッパとね。魔法感。いやー、殿下、レッドアイズとブルーアイズ。まあね、まだ2ボックス。2ボックスあるの。あるからね。で、やっぱりね、初期のあの絵、僕すげー好きなんで。おぉ、サンダードラゴン。これも持っとったな。あ、ちょっと待って。ん？およおよおよ。ちょっと待って、出てきた。3000の2500。ということは？おぉ、かっこいい。熱い。これはマジでかっこいい。いやー、これやばいっすね。知ってる。これはかなりいいやつ出たな。ヌッと出てきた。うわ、嬉しい。これかっこいい。やっぱブルーアイズっすね。遊戯王といえば。いや、これはかなりかっこいいカードできましたね。いや、嬉しい。これは相当コレクションのしがいがあるカードが出ましたね。いや、かっこいい。マジでブルーアイズやば。これかっこよすぎ。やばいっす。なるほど、これでワンボックスが終わりと。2ボックスいきますか。じゃあ2ボックス目いきます。トークンカードがどういう風に入ったのかも知らんのよな。まあ出たことなんかないんであれですけど、国籍、パワーボンド、ワイバースター。やっぱりね、ここら辺のカードはね、全く僕知らんカードなんで、ぶっちゃけあんまりね、分かってないんですよ。まあ、ここら辺なんかコメントの方で教えてください。このカードいいよみたいなのがあれば。スインシャドウ、リボルバーセクター、真の光、黒羽の旋風。こういうの多分ハーピーレディのなんかくくりなんかな。分からんけど、よく分かってないです。で、次ヘッドス、ハーピーハーピスト、ハーピーハーピスト。お、これはあれか、25周年のゲーム。うわ、栽培のドラゴン。これおったな、俺やってる時。夏、逆になってるけど、こう、これですね。これ言いましたわ。で、次、白色、シンクロの25周年。お、なんかこれかっこいい。あ、ブルーアイズスピリットドラゴンの25周年カード。いや、もうギラついててあんまり絵柄がよくわからんすね。だいぶギラギラなんで。いや、でもかっこいいですね。これかっこいいですね。いや、いいな。ブルーアイズって書いてるだけでちょっとドキッとしますね。これブラメテオブラックドラゴン、フュージョン、バレルエンドドラゴン、この当たりは俺の中でやっぱブルーアイズやな。これ一択やな。ブルーアイズね、なんか他の、うわ、万華鏡、華麗なる分身、クジャク舞が使っとったやつや。夏いかな、こっち。あとね、これね、オシリスの天空竜とかも入ってるんですよね、確か。あ、オシリスやね、オベリスクの巨神兵とかそういう系のカード入ってますよね。三元神、これも欲しいな。当時を懐かしみとしてはそういうカードが欲しいですね。他にはなんかこう懐かし系でこれがみたいなのってなんかあるんですか？いやー、ちょっとね、何があるかがわからんですよね。知っとるカードはあるんでしょうけど、リミッター解除みたいなのがあったなと。効果カードですか？ね、魔法カード。魔法カードか。結構昔使われとった、強かったっぽい。
チーザ、ほっぱさ、マドルチケット、マドルチェチケット、スターガーディアン、お、レリーフワーク。ちょっと待って、これ。これ来た、いや、これ効果か。あ、効果だった。すげえ、レッドアイズダークネスメタルドラゴン、すんげえこれギランギランしてるわ、うん、ちょっとね一瞬ねこのブルーアイズみたいなこの色バニラの色に見えたんですけど全然違いました。エンペラーサイバーダークワールド、すすぎ究極フュージョン、なるほど。今まではあんまり成果得られずといった感じですね。まだシャマールキメラティックフォートレス、お、25周年カードですね。効果モンスター、効果よく出るな。ピュッ、青き目の剣士、絵が最近っぽい。絵が最近っぽいですね。なるほど。もう25周年は全部出たんで、ここから全部開けるか。ネオブルーアイズ究極力。このなんかブルーアイズの亜種みたいなやつが結構おるな、でも。一気に開けましょう、ここ。25周年が出たんでね、もう巻いていく。何パックですか？5パックぐらい。5パック、ちょっとね、手がありません。おじいちゃんか。いや、そうなんですよ。油がなくて。めちゃくちゃ乾燥しとんすよ、ね。ちょうど今日はあの、レイジの大会帰りなんで、疲れとるってのもあって、ね。バサッと。バサッと行きました。じゃあパッと見ていきましょう。こうやって見る方が楽やな。でもオーバーフュージョン、カエサル、マドルエンジェリー、マックス、ウィングス、いや結構増えるな、こうなるとカードが結構積み上がってきましたね。結構積み上がってますね、これ。一応レリーフ枠。ピュッ。シャーマー。ってことはもうレリーフ枠がないんで、バッと見ますか。ザザザッときました。ザザザッ。うわっ、ちょっと待って。ハーピーの羽根防具、夏夏あ、これも入っとんや。うわぁ、リミット解除、これや。あー、なるほど。結構いますね。ハーピーのアレボーキだって禁止カードでしょ。もう禁止カードじゃないんかな。確か禁止カードだった気がします。なんか枚数制限とかなんか、なんかあったっすよ、ね、ありましたよね、そういうルールね。じゃあ最後のね、これ上げていきますか。じゃあ3ボックス目もう全部ね先に開けたんで、あとは出すだけです。メテオブラックドラゴン、メテオブラックドラゴン、メテオドラゴン持ったけどな。コサプラ、コサプラ、コサク、サックサクいきましょう。サックサク、セイバードラゴンヘッズ、ハーピーハーピスト、 ブルーアイズタイナントドラゴン。ブルーアイズなんかこういろんな亜種が出てますね、やっぱり ね最初ブルーアイズホワイトドラゴンしかいなかったの。そう、違うんやな、進化しとんやな、やっぱ遊戯王さんも。リボルバー、リボルブートセクター、まだ出た、ブルーアイズの、あ、これさっき出たな、これの25周年。これリフ光、うわ、わかんねえ、初めて見る。最近っぽい、最近っぽいですよね全然
絵の線の数が多いよね。ああ、あと効果のね文字数が多すぎる。確かに。いやもう読めんでしょこれ、詰め込みすぎて。覚えるのも大変ですもん、効果いちいち。ちょっと見せてくれんって言えんもんな。見せてくれんって言う長さじゃないもんな。一応なんか全種類の25周年カードがあるらしい。これに入っとる。ハーピークイーン、地獄門の契約書と、お次がプリシク、プリシクじゃねえや、25周年カード。ちょっと先に僕確認します。魔法カードですね。魔法カードのダン、クイックリボルブ。なるほど。あ、このカードはレリーフというか25周年が見やすいですね。あ、見やすいですか。わかる。ほら見えますかね。サクサクいってますけど。残り何パックぐらいですか。もう半分、1,2,3,6,7パックぐらい。あっという間や。終わっちまう。引けるさ、きっと。ただ前引いたブルーアイズはかなりひよかったな。なんでその時回してないの。いや普通に家でハスハスしながら開けてましたわ。おとか言って。あ、来た。最後の25周年カード何でしょう。魔法カードやー。トレードイン、トレードインでした。あ、でもなんか絵柄は懐かしい雰囲気のある。そうですね。じゃあもうちょっとこの枠の分出たんで、じゃあ全部最後パッと開けて最後楽しみましょう。ブラックメタルドラゴン。結局あれ出んかったな。ブルーアイズだけやな。一応昔のカード、レッドアイズとかラーの緑心竜とかオベリスクとか、そこら辺もブルーアイズ、ツインバースドラゴン、総統竜、スター、サンダードラゴン、トライデントランチャー。お、一応レディーフォーク。なんじゃこりゃ。ツルツルしとるな。ライブラリアン、ライブラリアンです。残りじゃあもう全部見てみますか。なんかおるかな。ライナ、これなんか人気だったっぽいな。シークレットレア、マドルチェ、クーパー。なるほど。こんな感じで今回のサンボックスは終わりですね。これウルトラレアか。いやでも今回の当たりはあれやな、ブルーアイズやな、これですね。いやかっこよすぎる、これね。あ、これ当たったんで了承しましょう。はい、そんな感じの開封動画でした。